ございます。今6時ぐらいですね。7時ぐらいに出発するので、まあ1時間弱ぐらいちょっと寝てきます。はい、それではまた後で。はい、トレーニングが終わりまして、今帰宅途中です。今日はね、背中をやりまして、前々回からね、背中の種目をもう総入れ替えして、順番も、いや種目もか、夏頃からポージングだったりとか見ていただいてる吉田の兄貴のところで、今ね背中のパーソナルを受けているので、そういった関係で、まあ、背中のね強化というところで、僕アウトラインしかなくて背中強いと思ってたんですけど、ボディービル的に見たら弱い、やっぱり広がるだけじゃ迫力もないということで、背中のねどの対象筋を狙ったこの種目をやるみたいな観点で最近はトレーニングをしてます。全身で、背中もそれでちょっとメニューとかいろいろ組んでもらったりとか教えてもらって、それでやってます。なので来年の背中は楽しみです。で、先日ね、杉中くんの指導と、あと木名さんのハムケツを伝授してもらったので、筋肉痛がやばい、そろそろちょっと弱まってもいいかなっていう、筋肉痛が弱まってもいいかなって時期なんですけど、バチバチに痛いから週2回足回すのしばらく無理そうだなと思います。まあそれがね一番理想、週2回やんないと、週2回やれる刺激じゃでかくならないと思うので、僕の経験上胸はそうだったから。で、足もやっぱ最初のうちはね1週間筋肉痛取れなくて、それで成長してたので、やっぱ今の状態って一番いいのかなと思ってます。ね、今日はこの後出社したりとかするので、まあ、出社ルーティンという形でお届けします。まあ、ちょっとね細かい生活のこととかはまた後で喋りますので、一旦帰って軽くご飯食べて、出社まではお家で仕事します。はい、ちょっとね昼寝とかして仕事もして、時間が今1時ぐらい。今ねご飯の準備をしてます。で、最近のご飯の作り方はこれです。ノンフライヤーのやつ使っててめっちゃ楽、なんか料理中にねキッチンにいなくていいっていうのがすごい良くて、めちゃめちゃいい。やっぱりね家で仕事してたりとか、まあ普段もそうなんですけど、料理してる時間ってめっちゃ長いじゃん。1日4回5回ご飯食べると、しかも仕事中ってなると結構ね愛用してます。助かる、買ってよかった。で、今ご飯待ちなので大体14分ぐらいいつもやってます。で、最近のね生活の仕方、今日6時に多分時間最初見せたと思うんですけど、ニキビかで、話戻ると6時にね時間見せたと思うんですけど、ずっと5時に起きてご飯食べて2時間空けてジム行くっていう風にやってたんですけど、仕事の関係上だいたい最後のご飯が11時から11時半とかになっちゃうんですよ。結構食べてるので、まあ、朝もお腹空いてはいるんですけど、トレーニングってだいたい最後のご飯食べてから、そうすると7時間後8時間後とかなるので、実際ちょうどいいんですよね、その後食べなくても。ただまあ普通に生活してるとお腹空いちゃうから食べてるだけで、寝てる間って別にお腹空くことないし、寝起きってそんなにお腹空いてないので、減量中でもない限りだから、最近ここ最近ですね1週間ぐらいは5時に起きてたのを6時まで寝て、でプロテイン1杯飲んで、普通のプロテインです、 WPI とかじゃなくて普通のプロテインを今飲んでて、で1時間後ぐらいに家出て、まあ、プロテイン飲んでから1時間後ぐらいにトレーニング始めるぐらいのあれですね。いや2時間ぐらい経ってるかな、ストレッチとかアップしてるので。まあでも時間がちょっとゆとりができて、プロテインにしたおかげで、それもあって1時間多く寝てます。まあね、普通にシンプルに睡眠時間確保もそうなんですけど、朝日昇ってない時間に起きるのがきつい。だってジム着いた時も朝日のあの感じ、オレンジのバーっていう感じが差してる中ジム行かなきゃいけないんで、それがね
体起きないしきついから、まあ、1時間ちょっと遅らせても暗いんですよね。6時に起きても真っ暗なので、だからまあ5時に起きず、体も今はもうオフ、最大に体重乗ってるくらいなので、そんな感じにしちゃいましたね。体重自体は今85キロぐらいです。若干ね、やっぱ減量期と比べると顔乗っちゃってるけど、丸くなってないから耐えてる。どうなのかな、自分だと思うさ、毎日見てるから分かんないですけど、なんかまん丸の人多いと思うんですけど、僕そうなったらアウトだと思ってるので、僕も結構顔に乗りやすいですよ。だからそこはね、耐えてるまま85キロって感じですね。朝トレして出社するときは本当にこんな感じですかね。朝トレーニングして、一回家帰って仕事しつつご飯作って、そんで昼ぐらいに出社みたいな感じですかね。今日はね、夜用事がねあるので遅めにね出社するんですけど、だからまあ1時でもまだいるって感じ。多分3時ぐらいに出るかな。はい。で、そうだ、なんか前なんか身長とか聞かれたんで一応答えときます。僕の身長は 174.5 って出るかな、いつも健康診断行くと毎年 174.5 って出る。だから大会当日とかってさ、結構ギリギリまで寝て会場行くんで、生活してると身長縮むじゃないですか、どうしても重力で。で 174.5 なんで、大会当日行くとね、たまに175超えるんですよ。 175.何かとか言われて、当日減量しかしないんで、クラシックフィジークだと。いや、その時がビビる。あ、やべってなんで。小数点以下はね、そこら辺は見逃してくれるというか、まあ、なんとかなるんですけど、まあでも実際でもあれか、175って出たのはクラシックフィジーク出てからないかな。175ピッタで言われたのが、マッスルゲートで言われました。175って言われて、あってなって。まあでも本当にピッタだったんですよね。10だったんで、まあ問題なくだったんですけど。まあ、それぐらいの身長ですね。 174.5 で、メンズフィジーク出てた時はだいたい68キロとか69キロって出てました。で、クラシックフィジークの1年目、東日本5位で日本クラシックフィジーク13位だった時が68キロ。なかなかね、足トレやったのに同じ体重だったんですよね。しかもそんなに今年ほど絞れてなかったし、今年の体重が、まあ、順番に言うか、マッスルゲートのあの状態でだいたい75キロ、東日本の状態で73キロ、日本クラシックフィジークの時に 71.8 でした。なので身長引く体重をやると100残らないっていう体重です。来年はね、残したいですね。けど去年から今年にかけて、まあ今年は結構最後はね、仕上がりは良かった方だと思うんですけど、の状態でプラス3キロでしょ、1年で。無理よ。こっからまた3キロ乗せるって、去年から今年にかけては結構割とね、一回り大きくなった感はあるんですけど、まあでも今年も結構成長予感はしてて、本当に吉田さんのご指導を受けるようになってから足のコントロールをかなりできるようになって、でその状態で今トレーニングできてたりとか、まあ、なおかつトレーニングの考え方自体変わって、で今のトレーニングの考え方って、今までだったら胸は胸で漠然と胸、二頭は二頭で漠然と二頭、まあ、三頭はまあ形はあるからどっちか狙うっていうことだったりとか、背中は僕背中で捉えてたんで、面で捉えてたっていうところと、まあ、足も前後ろみたいな感じで、でかくでかくっていうことしか考えてなかったんですけど、今は例えば外側後筋、外側後筋の狙った種目、大体直近は大体直近の狙った種目、まあ、二頭は二頭でダブルバイの時にこう見せたいからこの種目をやるとか、まあ、一つの部位に対してっていうよりは、この種目は何のためにやってるかってところを考えてトレーニングするっていうところを教えていただいて、でそれのトレーニング種目の意味だったりとか自分で考えつつ、いろんな方にちょっと情報を収集しに行って教えていただきながら今種目選びしたりとかしてるので、毎回ね、なんか初心者みたいな筋肉痛がすごい来るので、トレーニングの考え方っていうのはすごい今年はもう一段階レベルアップしたかなと思ってますので、まああとオフがだいたい僕3ヶ月ぐらいあるので、成長はねできる自信はあるし、来年はちゃんと、まあ、ここにジャージあるけど今のジャージじゃないんですよ、これ1個前の代表のジャージなので、今の赤いやつ欲しいから、もうそれが目標でしかない。まだそれに向けての日々を過ごすだけだし、
めちゃめちゃ頑張るので、仕上がりがどれだけ増えるか、まあ仕上がりじゃないけど、結局ね、仕上がり、あ、見た目より体重かかる、重いなみたいなのってアウトだと思うんですよね、僕的に。骨が太いだけだったりとか、なんかでかい、ステージ上がるとちっちゃいってイメージがあるので、そういう人って僕はどっちかというと逆パターンだと思ってて、自分のこと見た目を軽いっていう昔からよく言われてたりとかしたんですけど、まあ、それってね、数字が軽いってことは筋量ないだけなんで、骨の関係とかね、だんだん言い訳にならないし、もうここまで来ると。だから、まあ、ボディービル出るとしたら75キロ級だと思うんですけど、75キロ級の中でも一番軽いぐらいになっちゃうんで、まあ、そこのねギリギリは狙っていくってことを考えると、身長引く体重イコール100ぐらいは残さないといけないので、はい、その意識で、まあ、そこはね数字は全てじゃないですけど、ちょっと意識してますっていう近況報告ですね。まあ、どこかでバーって喋っとかないと、この後出社したりとかするとあんまりね喋れたりとかしないと思うので、最近の近況報告です。なんかそういう身長だったりとか目安になることがあるのであれば、あのコメント欄で質問ください。こうやってパッて軽く答えられたりとか、1個の動画作んなくてもね答えられたりとかするので、ということで、なんかピーって聞こえたのでご飯を食べていきます。なんだかんだ16時くらいになっちゃったけど着きました。まあね、これまでもずっと仕事してたので、会社で仕事して、今日はこんな特別な感じの動きですが、またご飯食べるときに動画回したいと思います。はい、どうも。今18時25分です。ちょっと携帯で撮ってるので時間を出せないんですけど、18時半ぐらい、だいたいね仕事ある日というか、まあ減量中とほとんど変わんないんですけど、起きた時、まあ、5時とトレーニング終わってからなので、10時半ぐらいと1時から2時の間で、6時前後で、まあ、10時から11時ぐらいにご飯食べて5食で、今は間に間食入れちゃったりとかしてるんですけど、減量の初期はその最初の間食、途中の間食をやめるっていう感じで、最初の初期は減量していくと、大体ねそれだけで5、6キロ落ちていく。でそこからはタンパク質と脂質の割合変えたりとか、まあ、ちゃんと PFC 計算したりとかで、時間の経過とともに大会、いつもね1ヶ月半前ぐらいから水化物下げて有酸素始めたりとかしてるんですけど、まあ、次はねもうちょっと早めから有酸素入れたりとかしてみようかなとか思ったりします。で、暑い、会社は暖房がかかってて暑いですね。下はベネックスで、ご飯ちょっともう鶏肉がいつもパンパンに入ってるんですけど、一食食べちゃったので半分ぐらいしか入ってない、 160-70g ぐらいかな。あとご飯220とか30とか、だいたいいつも。まあね、今日はこの後お食事にね行ってくるので、まあ、その時は回せないので、いっぱい喋るっていうか、こうやって喋るのはここが最後かもしれないんですが、緊急報告できているので個人的にはいいかなと思ってます。まあね、たまに見返すと、この時こんなことを考えてたんだなとか思うので、自分としてもねすごいこの YouTube っていうのはいい記録になりますね。紙で書いてたりとかしても、やっぱりその時の気持ちって分かんなかったりとかするので、 PFC とかね測ってないので、 PFC とか知りたいって人は、まあ、またコメントとかで教えてください。なんかリクエストあったらやるみたいな感じになっちゃってて、どうしてもやっぱオフシーズンがね、そんなこまめに回しても感があって、たまにしか回してないんですけど、まあ、それこそ1月から、まあ、なんか話行ったり来たりしてるけど、最初にあのマリンで
最近パーソナル受けてますっていう話したと思うんですけど、ビジターで行ってるんですけど、どう考えてももったいないので1月から入会しますので、トレーニングのねリクエストとかもらってて、僕ゴールドジムでしかトレーニングしてなかったんですけど、もしかしたら、まあ平日は僕朝トレがメインなので足トレとかはさすがに取れない可能性が高いんですけど、他の部位だったらまあ割と大盛りのゴールドジムじゃなくても、なんか気分的には全然トレーニングありなので、僕の中では足トレだけはあの広いところでやりたいっていう希望がねあって、あと足だけは絶対大盛りでやってるんですけど、それ以外の部位だったらやれるので、この部位見たいよみたいなリクエストあったら教えてください。まあ、僕レベルですけど、僕なりに考えてることはあるので、まあアフレコ入れたりとかして説明できるかなと思います。まあ、あんまり需要ないかもしれないけどっていう近況報告、喋りたいことは今日全部喋ったかなと思います。いただきます。職場のねチームの人と忘年会をしてきました。めちゃめちゃ楽しかった。なかなか僕行けなくて、そういうのに断りたくて断ってるっていうよりは、朝取りをしてるせいで基本的に月末にやるので、それが金曜日であることがあんまりなくて、なかなか行けないんですけど、金曜日に合わせていただいて行ってきました。めっちゃ楽しかった。ご飯も美味しかったし、お酒もねなかなか飲む機会ないので、お酒実は好きなんですよ。こういう日がねたまにはあってもいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、出社ちょっとイレギュラー出社パターンだったので、また出社ルーティーンはねもう来週仕事終わっちゃうので、年明けとかも取っていけたらなと思うんですけど、まあ、近況報告とかいろいろできたので個人的には満足です。今ね時間が11時過ぎですね。星がちょっと見えてる。あれ星だ。インカメだけどちゃんと見えるんだ。 iPhone15 すげえっていう感じで、今日は実は22日なんですよ、僕の給料日。今年もあと1週間で終わってしまうので、トレーニングもね全力で毎日やっていきます。来年からはトレーニング動画とかも上げられると思うので楽しみにしててください。それではね、めちゃめちゃ寒くなってきたので皆さんお体お気をつけてください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。